サムライチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。テスト配信をしています、 MC 担当の小木健郎です。よろしくお願いします。全国初の従来目線で発信する政治チャンネルです。僕らの自己紹介は他の動画にアップしているので、よかったら確認してみてください。コンセプトは自虐の歴史からの反撃、 Remember 自分の国に誇りを持とう、 Remember こんな嘘をどの国が、誰が、どの政党が広めたか、 Remember あの問題は正しいか、 Remember 騙されていないか、10代の僕らで自分で考え発信します。おかしいと思うことはおかしいと、間違ったら謝ります。よろしくお願いします。1. 最近の私たち10代が選んだトピックス。 2. 今週のお黙りください案件。 3. 今月の評価。 4. 本日の近代史シリーズ。 5. 今週の行動しようよ。今週の私たち10代が選んだトピックス。今週のトピックスの前に、皆さんたくさんのコメント本当にありがとうございます。私たちは返信するのがきっと大変になるだろうということで、非公開で返信はあえてしていません。ごめんなさい。その代わり必ず皆で見るようにしています。また全部音声でやりたいのですが、本当に忙しくて発信までの勉強でいっぱいなので、 AI を使わせていただきます。質問をまとめてお答えさせていただきますので、どうぞ遠慮なく質問してください。漢字の間違い、ご指摘とてもありがたいです。毎日勉強です。ありがとうございます。それでは今週のトピックスに入ります。1. 天皇皇后両陛下。天皇皇后両陛下は6月下旬、国賓としてイギリスを公式訪問しました。バッキンガムパレスでのイギリスのかっこいい馬車のパレードは素晴らしかったです。日本とイギリスの交互の国旗の形容も素晴らしいです。ですが、日本のメディアはほとんど報道しないと知りました。なぜでしょう。日本のメディアに入り込んでいるのは中国に朝鮮の人たちだからと私どもは知りました。世界でエンペラー、つまり皇帝と呼ばれる人物は世界でたったの一人の日本の天皇陛下だけです。世界に王はいますが、国際社会で天皇陛下のみがキング、つまり王様よりも格上げのエンペラーなのです。この伝統を守るためには、皇室は男性、これは遺伝子の関係です。男女差別という人たちは、勉強不足と日本の歴史を終わらせたい人たちです。日本人ならはっきり、皇室は男性と言いましょう。ヨーロッパでは乗っ取られたケースがあります。無知は怖いですね。2台湾の方々個人で寄付。石川県能登半島の地震から半年以上が経ちました。政府と石川県知事の両方とも無能ぶりを発揮し、 SNS では怒りの声が上がっています。岸田総理はウクライナをはじめ外国ばかりにお金をばらまいています。石川県知事は現地入りも遅ければ登山を楽しんだり、現地では未だに水道電気がつかないところがあります。おいこらさんのツイートを読めばよくわかります。情けないことですが、これはハワイと同じわざとという人たちがいます。スマートシティ大賞の場所がどうなっているか調べてみてください。そんな中、台湾の方たちがわざわざ個人で寄付し、石川県まで現地入りして寄付してくださった方がいらっしゃいます。これを大きく報道しないのは本当に情けないです。台湾の皆様ありがとうございます。心より感謝いたします。3日本の学生がロボコン世界一。合成生物学のロボコンとも言われる IGEM の2023年パリ大会で、日本の高校生チームジャパンユナイテッドが初出場で世界の頂点に立ちました。合成生物学は細胞内で働くタンパク質や DNA をロボットの部品のように捉え、さまざまな機能を持つ細胞を人工的に作り出す研究です。これをメディアで大踊り時的に報道しないというのは本当に情けないです。学生の皆さん本当におめでとうございます。4ニコニコハッカー。ニコニコ動画停止が未だに続いています。サイバー攻撃により停止中のニコニコハッカーが個人情報流出を始めていて、非常に危険な状態なのに大きく報道しないのがいつもながら違和感があります。自由報道のランキングが低くなった日本です。大事な報道がされない証拠です。本当に国民のためになりません。
N 高校生徒の情報もダダ漏れしてますし、何よりもネットのみでの授業なのでずっと中断しているそうです。日本は LINE などを行政に使わせ、スパイ防止法もありません。もっとセキュリティ対策をしてほしいです。5. 旭川高校生殺害不倫刑事。驚きました。17歳の高校生を全裸にして土下座させ、橋から落として殺害した21歳の内田容疑者が、なんと北海道旭川中央署の X 警部が不倫関係にあったとの記事がありました。モラルがなくて気持ち悪すぎです。教育直後など復活してほしいです。あなたはどう思いますか？6. 中国人に日本親子襲われ、中国人かばって死亡。中国蘇州で中国人に日本人親子が襲われました。親子をかばって中国人の方が亡くなるという痛ましい事件です。通州事件の時と似ているという声が SNS ではありました。また元中国人で現在帰化して漫画家の篠野目国義さんは、中国機関メディアが日本人の母子たちを救った勇敢な市民、子供兵さんとして中国習近平政権が作った悲劇を日本人は中国に感謝しろというニュアンスで美化しました。全くハレンチです。日本人母子と子供たちを無差別殺傷しようとするテロリストは中国共産党の反日教育の原因と全く言わなかったとツイートしてくださっています。ご冥福をお祈りします。 7. トランプフローレンス。バイデン大統領とトランプ大統領の討論を見られましたか？トランプ大統領の選挙は妨害されたのに日本のメディアは何も言いませんでした。トランプ大統領は人身売買をした人たちは死刑と言っていますならば、フローレンスの駒崎氏と公明党も同じ罪にしてほしいです。 8. 都知事選小池さん圧勝。小池さんが圧勝しました。おめでとうございます。私どもは選挙権はまだないですが、あれば小池さんに6割、ひまそらあかねさんに4割という感じでした。蓮舫さん、石丸さん2人とも捏造朝鮮人追悼碑を大切にし、選挙の時は無所属というのはすごくおかしいと思います。公約違反も取り締まってください。なお、小池さんの学歴も嘘ではない証拠、ソーラーパネルも日本製、朝鮮人追悼碑廃止、この部分はなぜ皆さん何も言わないのでしょうか。9. 幼稚園でモスクを教える。岐阜の幼稚園は何を考えているのでしょうか。イスラム文化を教えるための教育を幼稚園に取り入れているそうです。多文化教育ならばまずは自国の文化を一番に教えるべきではないでしょうか。イスラム文化は一神教です。日本の神社やお地蔵様を大切にするように教育してほしいです。10パソナ、輪島塗や鈴焼の職人らを契約社員にする。衝撃です。石川県の被災地、輪島塗や鈴焼の職人らを契約社員に制作依頼で復興へ支援するそうです。何が衝撃と言いますと、パソナは中抜きで有名な李平蔵さんが舵を取っていた曰く付きの会社です。この人のせいで小泉政権と郵便局は民営化になりました。オリンピックのアルバイトの中抜きは 90% とも言われ犯罪レベルだと思います。被災地を本当に救うのか心配です。今週の私たちが選んだおだまりくださいコーナーです。このコーナーでは特にトピックスの中でも10代の私たちが言わせていただきたいことをバッサリと言わせていただきます。サムライチャンネルでは全員が同じ意見の時のみ公式発言として発表させていただきます。武見厚労大臣、お黙りください。厚労省は小林製薬から紅麹原料を仕入れている173社について健康被害の報告はなかったと発表しました。紅麹問題、小林製薬へ死亡損な170人のうち91人はサプリ不使用無関係、無関連なしと診断が3人、残りの76人を調査とのことです。サンデージャポンでは小林製薬紅麹の健康被害問題について東京工科大学名誉教授の今井慎二郎さんが、全くこれは一種の風評被害に近いと思っている、何百年という期間食べられていたものであって、そういった報告が一切ないということは食べ過ぎていなければ基本的に起こらないとおっしゃいました。小林製薬は創業100年以上の伝統を持つ日本企業です。今回の件で中小企業は被害を被っています。小林製薬の株主は
外資が入っていません。ワクチンも作らず、天下りも断っている企業です。長い歴史のある国民の生活を支えてきた立派な企業なのに、外資の手先と化した厚生労働省や日本政府が国民に嘘をつき、危害を加えてメディアを使い、集団で老舗日本企業を潰そうとしています。武見大臣、ワクチンの後遺症、死亡者、そちらをもっと調査するべきです。小林製薬はお天道様が見ていると言っています。皆さん、日本のみんなで小林製薬を守りましょう。武見厚労大臣、お黙りください。指に足りない寸法師、小さい体に大きな望み、お椀の船に橋の貝、今日へバルバル登りゆく。今日は三条の大臣殿に抱えられたる一寸法師、欲しい欲しいと気に入り、姫のお供で清水へ。さても帰りの清水坂に鬼が一匹現れ、入れて食ってかかればその口へ、もしたちまち踊り込む。おばさか手に持ってちくりちくりと原宿つけば、鬼は星を吐き出して一生懸命逃げていく。鬼が忘れたうちでの小槌、打てば不思議や一寸法師、一打ちごとに背が伸びて、今は立派な男。今週のこれが教科書ですは、田中正明先生のご本です。今回は国滅ぼすなかれから抜粋しますが、長いのと日本人皆に知ってほしいので4回連続で紹介させていただきます。皆さんもぜひ読んでみてください。カルタゴの滅亡に似た日本。21世紀を目の前にして、我が国は今国家不沈の歴史的岐路に立たされている。日本が国家の不沈をかけての重大な歴史的岐路は過去2回あった。明治維新の時と昭和20年の敗戦の時で、今度が3回目である。明治維新は武士階級の犠牲と当時の日本国民の強烈な自尊自立のナショナリズムの高揚によって、列強の侵略主義を排除してわずか15年で近代国家への脱皮に成功した。敗戦時の日本は焼け野原と化した上、軍備が取り上げられ言論は封鎖され身動き取れない状態だった。しかし吉田茂首相はこれを逆手にとって、アメリカに日本の安全に関する費用と労力を負担させ、その間経済復興に励んだ。世界第二の経済大国とまで言われ、先進国首脳会議に列せられるようになった。ところが今はそれが全て裏目に出て、いわゆる戦後50年の祝兵が吹き出し、自虐大敗の風が吹き荒れていることに、日本の軍隊は世界に比類を見ない盛況なる軍隊だった。その軍隊を支えた武士郎精神、大和魂といった気骨が跡形もなく消え失せてしまった。それはあたかも今から約2000年前のカルタゴの滅亡の姿に似ているような気がしてならない。1、完全武装解除、つまり小戦を除いて全艦隊をローマに引き渡す。2、本国以外の全ての植民地を放棄する。3、カルタゴの安全はローマが保障する。4、ただしカルタゴに駐留するローマ軍の給与、食料等の費用はカルタゴが支出する。5、脱走兵、捕虜をローマに引き渡す。6、賠償金1万タレントをローマに支援すること。7、14歳以上の男子100人を人質としてローマに送ること。
このローマがカルタゴに突きつけた7項目の降伏文書は、敗戦国日本に対するアメリカ及び連合国が突きつけた日米安保条約を含む降伏条件と全く相同じ条件である。おそらくアメリカはカルタゴに対するローマの手法を手本としてこれに習ったに違いない。今週の行動使用予です。第二次世界大戦中、沖縄戦で責任者であり指揮官であった牛島中将が残した文書を削除しろという反日活動家の要請があるそうです。政府や自衛隊は毅然と断ってください。牛島中将が自決した日が沖縄は終戦ということで、沖縄はこの日が慰霊の日です。私たち侍メンバーは全員この日を休日にして全国で慰霊祭を行うべきだと考えています。地元の方で牛島中将のための慰霊式を行っていることも伺っています。全国から牛島司令官の自制の句の削除をしないようにメールや電話で声を上げましょう。今週も侍チャンネルをご視聴いただきましてありがとうございました。